皆さんこんにちは。天然ジージーチャンネルです。本日は神戸電鉄青線畑駅をご紹介いたします。葉っぱに多いと書きまして畑駅です。素晴らしい畑駅の周囲の景色をご覧ください。体を使って360度の映像をお届けいたします。畑駅は兵庫県小野市畑町にあります。一面一線の地上駅、一日の乗車人員は103人です。その歴史は1952年4月10日開業、現在は無人駅となっております。主な利用客は兵庫県立小野工業高等学校の通学生の皆さんです。畑駅は9時から18時台深海地域、1時間に1本しかございません。通学時間に限り1時間に3本とか2本とかあるようです。周辺の観光スポットは徒歩では難しいですが、自転車があれば小野桜堤街道がおすすめです。またこの辺りは畑城跡、島村城跡、青城跡などお城の遺跡が多いところであります。神戸電鉄青駅からこの畑駅まで徒歩のみですと約 2.7 キロ33分かかります。自動改札機が1つ、乗り越し精算機も1つあります。駅の外へ出てみたいと思います。外に出てまいりました。大空に神戸電鉄畑駅の看板がかっこいいですね。清涼飲料水の自動販売機もあります。プレハブの駅舎ですが、市場駅の駅舎と少し似ているようです。いい感じの踏切があります。踏切を渡ってきました。先ほどまでと逆の位置から駅を眺めております。右側が小野駅方面です。小野駅方面を望んでおります。朝焼けが美しいです。青駅方面を望んでおります。早朝ですので、霜がしっかりと降りております。6500系の車両が入ってまいりました。お客様にお願いいたします。スマートフォンや携帯電話、ゲーム機などを操作しながら駅構お客様にお願いいたします。
スマートフォンや携帯電話、ゲーム機などを操作しながら、一線系の車両が入ってまいりました。青雪です。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。